ですね、今神戸に来てて、今日は半日ちょっとお休みが取れたのでちょっと寒いんですけど、神戸にちょっとおしゃれなカフェがいっぱいあるのでそれを巡っていきたいなと思っています。帽子かぶってたんですけどめっちゃ顔黒くなるから取っちゃいました。かわいい帽子はい、で今からドーシアっていうカフェに行こうと思います。多分もうすぐ着くんですけど、三宮の駅から歩いて10分かかんないぐらいのところにあって、でなんかめっちゃレトロなお店で可愛いインスタ映えするカフェなのでそこに行きたいと思いますめっちゃ見られてる。なんかもうでも最近ねこの Vlog 撮るのもあんまり恥ずかしさがなくなってきたやっと。はい、で今駅から結構直進で一本道をずっと歩いてるんですけど、あのねどっちかというと結構純喫茶系のお店でプリンがめっちゃ美味しそうやったのでそれをちょっと食べたいなと思います。まだね朝9時過ぎぐらいで早いんですけど8時ぐらいから空いてるみたいなのでそこに行きたいと思います。ということで今日はねそんな感じでカフェを巡っていきたいなと思ってるのでよかったら最後までご覧ください。ごちそうさまでした。ドーシアさんめっちゃ可愛かった。お店はちょっとねあのそんな広くなくてテーブル席が 1,2,3,4,5 席ぐらい、4人掛けのテーブル席5席ぐらいなのでこじんまりとしたなんか落ち着いた空間のちょっとレトロな音楽とかが流れてるような可愛いお店でした。プリンがねめっちゃ美味しかったなんかちょっと固めのプリン好きな方はぜひ行ってみてほしいなって思います。次行こうと思ってるところはなんかあのサロンと一体型になってるところらしくて、そこにチャイがあるみたいなのでちょっとメニューを見る限りチャイがあるのでこのちょっと冷えた体を温めに行きたいと思います。ちょっと歩くのかな。はい、ではそちらのカフェに次のカフェに向かいたいと思います。もうそろそろ着くみたいなんですけど、めっちゃなんかちっちゃい路地みたいなところに入ってきました。え、どこどこですか、私が行きたいカフェ。あったあっちだ、ここです、ここよし、行きたいと思います。手を飲みたいと思います。なんかね奥にはさっきテーブル席あるみたいなので行ってみたいと思います。よいしょ、こんにちは。ドーナツ食べたかったんですけどドーナツ売り切れてるみたいだったのでチャイだけいただきたいと思います。お待たせしました、チャイラテのコートですね。ありがとうございます。はい、ということでカフェ出てきました。さっきのねチャイやと思ってたんですけどコーヒーのお店やったのでチャイというかチャイ入りのコーヒーって感じでしたね。めっちゃ美味しかったです。で今ちょっとね特にあってもなくブラブラしてるんですけど、やっぱなんか神戸って可愛いよね。何ここ、なんか何もないテナントですけどめっちゃ可愛い。なんかこういうちょっと小道入るとすっごいおしゃれなお店がいっぱいあるので神戸ってね。あ、見て、何これ、ほら、キャンドル、何ここ、めっちゃ可愛い、閉まってるんですけど可愛い、何これ、入ってみたいよ。何、なんかめっちゃ可愛いボタンとかいっぱいあるんですけど、え、何これ、
ちょっと入ってみようかな。閉まってるのかな。何？ちょっと入ってみたい。入っていいかな。入っていいのかな。開いてますか？12時半。ああ、そうなんです。わかりました。ありがとう。12時ですね。かしこまりました。ありがとうございます。なんかね、カレー見てたらカレー食べたくなってきたので、ちょっとね、三宮元町間ぐらいのちょっと気になるカフェがあるので、そこチャイもあってカレーもあってでスイーツもあるので、ちょっとね腹ごしらえしに行こうかなと思います。お腹減ったんですよね。なんか行きたいばっかりやから朝から。なのでカフェに、次のカフェですね、3軒目のカフェに向かいたいと思います。いっぱいかな。なんかね、結構人気なのでいっぱいかもしれないんですけど、次そっちのカフェに向かいたいと思います。雨止んできた。看板出てますね。ここです。スパイスカレー、こだわりのコーヒー、レトロスイーツ。到着しました。ここです。よし、じゃあお腹減ったのでちょっとカレーを食べに行きたいと思います。ひとりです。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。めっちゃ美味しかったです。チャイもすごい美味しくて、なんかシナモンの香りがすごかったので、ぜひね、神戸でカレー食べたいって方、さっきのお店行ってほしいなって思います。で、ここ来るまでに、あの、さっき通りかかったボタンがなんかの店頭に並んでた、あのちょっとおしゃれな手芸屋さんっていうのかな、パーツ屋さん、どうしても気になるので、今からちょっとね、もう多分空いてると思うので行ってみたいと思います。やばい、完全に迷ってる。さっきどこ通ったか全然わかんなくて、あの可愛いパーツのお店どこやっけ。なんか似たような道ばっかりで全然わかんなくなっちゃいました。ありました。もう少し時間があるので、ちょっと三宮の街の方をブラブラしに行こうと思います。ね、すごい、ちょっとお日様出てきた。雨は降ってるんですけど、日が出てきたので、よかったよかった。ココシカさんっていうカフェ、カフェかな、なんかめっちゃレトロなの売ってる。かわいい、お母さん好きそう。え、見て、すごいレトロなお鍋が。かわいい、売ってるのかなこれ。売ってないのかな、コレクション。ちなみになんかイートインでちょっとスイーツも食べれたりするみたいです。今度行ってみよう。見て、
太陽出てきた、めっちゃ晴れてきた。傘買わんかったらよかった。着きました。すぐ横海、最高。でもね、ちょっとポートタワーがさ、ほらなんか工事中で見えなかったんですけど、海までやってきました。いや、海、別に水きれいじゃないけど、この海の波の音ってやっぱいいですねめっちゃいい感じ。どう？ほら、最高、やっぱ大好き。ね、ここにちょっとねカフェとかご飯屋さんとかがあるモザイクっていうところがあって、あっちの海へっていう建物は結構あのファッションブランドとか H&M とかザラとかが入ってるので、ちょっとだけお買い物してお家に帰りたいと思います。よいしょ、ただいま帰ってきました。楽しかった久しぶりにちょっと一人でカフェ巡ったのでお腹いっぱい。いや、なんか美味しかったし楽しかったし、新しいなんか気になるお店もいっぱい発見できたのですごい良かったです。で、特にビデオは回してなかったんですけど、じゃーん、ザラで久しぶりにお洋服を買ったので紹介します。まず一つ目、こちら。これはなんか可愛いなと思って、ちょっとカメラやとだいぶなんか鮮やかなブルーに見えるんですけど、実際は結構薄めのちょっとくすんだブルーのワンピースです。結構巻き仕立てのちょっと失礼します、ベッドの上。これくらい結構巻き仕な長めのブルーのワンピースを買いました。 S サイズで、もう一つ、じゃーん、靴をね一足買いました。しかもめっちゃ安くて、こちら7990円が3990円になってたので半額ですね。こういうなんかなんてことない靴が欲しかったので、スニーカーじゃない時のね、ワンピースとかの時の靴が欲しかったので、この2つをザラで買ってきました。はい、ということで今日はこんな感じでした。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が面白かった、楽しかった、参考になったって方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。